はい、本日はですねこちらバギーズショーツのコーデを視聴者さんから、募集していきたいなというふうに思います。ということでね、どんどんご紹介していきたいなと思うんですけども、バギーズってねショーツだけじゃなくてロングもあったりとか、僕今履いてるんですけどナチュラルってやつもあったりするんですけども、まあ、そのバギーズ系のショーツを履いたコーデっていうのをねご紹介していきたいなと思います。まず一人目の方というのがよくこちら応募していただいてるおしゃれさんでございます。こちらゾーンということで、まず一組目の方3パターンコーデを送っていただきました。ようやく今回から顔が出てきましたよ。いつもねどんな顔お顔してるんかなって気になってた方も多いと思うんですけど、まず1枚目の写真こちらバギーズショーツのオレンジなのかな、これなのかな、ちょっとマンゴーなのか分かりませんが、バギーズのね M サイズを着用されてるということで、細かいアイテムに関してはちゃんと載せていただいてますので、こちら横の画像ここかなんかに載せときます。まあ、オレンジをベースに組むときはついつい黒とか白に行っちゃうんやけど、こういったねベージュでの合わせっていうのもいいんじゃないでしょうかというところでね送っていただいておりまして、まあサイズなんかも入ってると思いますので参考にしていただければなと思いますし、次別バージョンでですねブラックのバギーズショーツで XS サイズということなんですが、これは今回はブラックコーデですかね。初めてお顔がこうチラッと映っておりますが、やっぱりヒゲ蓄えてるんですよね。おしゃれな人ってだいたいヒゲ蓄えてるんですけども、次ね送っていただけるときは横顔じゃなくてこう正面でねどんなお顔してるかっていうのを見てみたいもんですが、そんなことで2枚目でした。で同じくね出てると思いますが、次3枚目いきたいなと思います。3枚目ゾーン、こちらベースのバギーズを履かれております。おそらくこれバギーズロングやと思うんですけども、こちらサイズ S サイズということで、1枚目が M サイズ、2枚目は XS、 3枚目は S ということで、まあ、サイズをねそれぞれ分けてその時のスタイリングによってちょっと変えてるということやと思うんですけども、バギーズショーツってね僕 T シャツとかロンティのイメージはまあまあわかるじゃないですか。まあ、こんな感じでバギーズ履くとかがイメージばっくりなんやけど、3枚目みたいに麦わらにシャツ着るのってねかなりこれは盲点というかね、あ確かにその合わせ絶対合わせやすいわって、しかも人とちょっと違うような感じになるしね、これいいなと思ったんですけど、まあ、詳しくはいつもここを書いてると思いますが、コーデのポイントとしてはね、いつも通り用途に合わせたコーディネートとか、あとコーデの配色、色のバランスですねを気にしてますということで、バギーについては今年初めてオレンジという、これですねやっぱりこれですね、僕もこれオレンジ今年なんですけど、明るめの色を購入しましたということで、ただサイズが S のつもりだったんですけど M 買ってしまって、返品とか交換とかめんどくさいからもう今をそのまま履いちゃってますっておっしゃってあって、ただちょっと大きいですということでおっしゃってありました。うわこれすごいな。ちなみに余談ですが、帽子とかスニーカーは好きなのでたくさん持ってるんですけど、気がつけば同じようなアイテムばっかり、なんか帽子もなんかこれまた持ってない、まあ買っちゃおうか、また持ってない買っちゃおうかってなったらこんなことになってるらしいです。めちゃくちゃ帽子あるんですけどもね、このように、いっぱいあるから一部屋はねもう衣装部屋になってるらしいんですけども、まあ、それぐらい、いっぱい壁一面には帽子がかかってて、別でスニーカーの棚、そしてバッグの棚っていうことで、まあ、衣装部屋があるらしいんで、一回この方の衣装部屋どんなんか見てみたいですけどもね、ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。僕いつも初見ですからね、皆さんと同じですよ、初見なんで行きたいなと思います。ゾン、高田さんこんばんは。前回アークテリクスのコーデで、YouTube で紹介していただいてありがとうございました。職場でも反響があり、バギーズコーデも送らせていただきますということで、学校の先生ですね、職員室でも反響があったらしいんですけども、バギーズショーツのウルトラピンクというね結構明るめのピンクなんですけども、こちらを履いてサイズは XS サイズ、身長141センチ、この方キャンプとか、サーフィンとかも行かれるらしいんですけども、そういった時に、こんな感じで着用してますと。チャラい学校の先生ですよね。真っピンクのショーツ履いてキャンプしたりサーフィンしたり、こういうアクティブな先生はね生徒からもね好かれてると思うんですけどもね、非常にいい天気の日のね写真を送っていただきました。ありがとうございます。まず学校の先生でこのピンク選ぶ人ってまあいてないんですよ。普通は絶対選ばないんですけども、これ選んでるっていう段階でちょっと一回話はしてみたいですよね。あすいません、ちょっと誰々先生って言ってね、なんでそのピンク買ったんかなって聞いてみてね、実は他にもいっぱい持ってるんですなんて言われて、あやっぱりバギーズお好きなんですねっていう話になると思うんですけど、バギともになれると思うんですけどね、そういった動画じゃなくて画像ね送っていただきました。ありがとうございます。じゃあ次の方行きたいなと思います。次の方はこちらです。八百屋さんという方なんですけども、今回初めて送らせていただきます。身長183センチ L サイズでバギーズショーツ、19年 SS なんで今から3年ぐらい前の、バギーズショーツなんですけど、コーデのポイントとしては個人的にはバギーズショーツっていうのは派手でなんぼやというふうに思ってますということでね、多分おそらくこの口調からすると関西人でしょう。そのマインドって大阪人もしくは関西人じゃないとこのマインドにはならないんですけども、まあ、関西の方かなと思いますが、そんな感じになってて、まあ、ただし長袖のシャツを合わせてなるべくこう子供っぽくならないようにということで、最初の方もそうやったけどもね、バギーズショーツに対してシャツ着てみたりとか、あと長袖着てみたりとかして、ちょっと子供っぽくならないような雰囲気でなると街中に合わせやすいし、アウトドアとかやったらこういう T シャツにショーツだけでも全然いいと思うんですけど、サーフィンとかキャンプはね、そういったことで、注意して合わされてますということなんですが、派手な色履いてなんぼやと思ってますっていうこのコメントがね、僕は非常に好きです。そのマインド
僕もそうなんでね、クローゼットがねこんなことやったりとかこんなことになってるんですけども、派手でなんぼやと思ってるところも一部はあります。だから非常にね気持ちはわかるんですけども、ありがとうございました。そして次の方こちらズドーンということで、いつもツナと楽しく YouTube 見させていただいておりますということでね、バギーズショーツとかいろいろ参考にしてるんですって言っていただいたんですけども、これからもタクゾーさん、ヨメゾーさんを応援していきますということでありがとうございました。バギーズショーツ、ビッグスカイブルー2020年発売なんで今から2年ぐらい前のやつなんですけども、そのちょっとコーディネート云々よりもちょっと筋肉の方が気になってくるんだけど、一回それちょっと置いときましょう。身長180センチ81キロ、まあ、やっぱり体筋肉すごいですよね。サイズは M サイズで着用すると。でコーデのポイントとしてはウーホス、サンダルですね。ウーホスの2022年新色であるノマド、タクゾーの YouTube 見て買いました。履き心地抜群ですね。また動画で紹介してもらえるように娘2人と一緒に撮りました。いかがでしょうかということでね、まんまと紹介してしまいました。ありがとうございます。で娘さんもねお揃いのコーディネート、お姉ちゃんと妹でされてると思うんですけど、妹ちゃんの方が乗り気な感じだけど、お姉ちゃんちょっと無理やりやらされてる感あるんかもしれないですけどね。パパに付き合っていただいてありがとうございました。パパはね大胸筋がとにかくすごい、もう張ってるから、まあ、いつかねこんな大胸筋ムキムキの彼氏なんか連れてきてくださいねということでね、本当ありがとうございました。では次行きたいなと思います。では次の方こちらズドンということで、パタゴニアのですねバギーズショーツのブラックを履いてますということで、身長165センチ、サイズは XS サイズ。ただ上の T シャツもねパタゴニア P6 ロゴなんやけども、これは M サイズで着用してますということで、コーデのポイントとしては大人男子でも着やすいくすめピンクの T シャツとタクソーさんの動画を見て購入した黒のバギーズショーツの組み合わせですと。まあ、夏場とかやったらねこんな感じで上に明るい色持ってきたら下暗くしときゃいいし、下にこういう明るい色持ってきたら上を暗くしときゃいいしっていうことで、比較的そんなに色入れんのってね難しくないんかなと思うんですけども、この方もそうなんやけども、みんなこう自然の綺麗なところで写真撮ってますよね。これ地元なんかちょっとわからんねんけども、今気づきましたよ、禁断の合わせをしておりますね。2枚目の写真夕日のところでございます。T シャツパタゴニア、ショーツがパタゴニアになってますね。足元を見ていきましょう。ズドン、これノースフェイスになっております。そしてバックのボディバッグの方も、こちらおそらくノースフェイスになっておりますということなんで、ノースフェイス×パタゴニア、これは禁断の合わせと言っておりますので、僕はしょっちゅうこれしてますけども、気になる方は気になるらしいので、僕の嫁はねそういうの気になるって言ってたんですけど、僕全く気にならないんで、全然ショーツがパタゴニアで上ノースフェイスとかあったりするんですけども、こういったね禁断の合わせで送っていただきました。ありがとうございます。では次の方行きたいなと思います。次の方はですねこちらバギーズショーツが、M サイズで身長179センチ、背でかいですね。いつも無難で落ち着いたカーキとかブラックとかをこう選びがちなんですけども、あえてジョリーフィッシュイエローっていうんかなに一目惚れして思い切って購入しました。カラーのおかげで一気に夏っぽくなって楽でめちゃくちゃ気に入ってますということなんですね。でいつもいろんなアイテムの紹介ありがとうございますってね僕に言っていただいてて、購入するときにめちゃくちゃ参考になって助かってますということなんですが、自分もタクゾーチルドに入れてもらえますかということでね、これからも応援よろしてますということで、ありがとうございます。僕のチルドに別に受け付けてないんやけど勝手にできていってます。ありがたいことにね。またねいつかね、ニーズが集まればチルドレンの会合っていうのもやってみてもいいかなと思うんですけども、今回ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。あれこれさっきの人とめちゃくちゃ被ってますね、色味がね。いつも、楽しく拝見させていただきます。バギーズショーツの写真を送ります。ありがとうございます。バギーズショーツ、身長176センチの XS サイズ、娘とリンクコーデですということで、娘さんが、身長95センチ100以下ですね、95センチの、サイズが 4T って書いてるけど、ちょっと僕子供いてへんからちょっと分かってへんねんけども、子供サイズは 4T っていうのがあるんかな。でもね今回は娘さんと一緒ってことで、さっきの先生の方は一人で写ってはったけど、今回の方はね娘さんと一緒やったんで、ほんまにもろかぶりするとこやったんですけども、まあ、コーデとしてはもろかぶりしてるんやけども、まあ、人間ドラマとしてはねまた別のドラマがありますのでいいんかなということで、ピンクピンクでおそろコーデしてますが、おそらくですねこの日の陰り方を見る限り夕方やと思うんですよ。影がだいぶ伸びてますので、で娘さんも夕方までおるってことは一日遊んだ後でこの風船みたいなの持ってるけども、だいぶ疲れてるような感じの中でね、ほんと写真撮っていただいてありがとうございました。こういうねバギーズショーツはね親子でコーディネートができるっていうところがね非常にいいですよね。僕もいつかね子供できたらやりたいなと思うんですけど、素敵な写真ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。次の方こちらです。いつも YouTube 楽しく拝見させていただきます。ありがとうございます。身長178センチ、僕と一緒ですね、178で、サイズがですね、あれこれはバギーズショーツじゃないな、 T シャツだな、まあ OK、 T シャツも OK にしよう。T シャツ P6 ロゴのね T シャツ着てます。 M サイズで着用してますということでね、バーベキューで汚れることを気にして白 T ではなくて黒 T にしてますということで、バギーズショーツではなかったんやけども、それもそれで OK、 もうそういうところもね細かいところは見てません。
大体 OK やったら OK で、しかも写真で娘さん2人おるでしょ、さらに OK。 結構お父さんでパタゴニア着てる人今回多いけども、僕のおとんなんか全然そんなん興味なかったから、大人になるまでパタゴニアとかも知らんかったしね。そんなん昔親父がねパタゴニア着てたりしたらね、それ子供も早い段階からね、小学校ぐらいからパタゴニアってあるよなとかノースエスってあるよなとかって言うやろうけども、それおしゃれなとこの家じゃないとそんなん知らんからね。ほんまおしゃれな方ばっかりやなと思うんですけども、本当ありがとうございました。バギーズショーツからは飛び出したけども、それはそれでありです。では次いきます。身長170センチ、M サイズでバギーズショーツ、履いておりますということで、インディゴとシャツの合わせでコントラストのあるコーディネートですということで送っていただきました。あのなんかイタリアとかでも確か有名な言葉で、茶色とネイビーは相性がいいみたいなスーツとかで多いんですけどね。あのネイビーのスーツ着たら茶色の革靴履くみたいなんて、もうイタリアが発祥かなんかであったりすると思うんですけど、それと同じように茶色系って、まあ、黄色とかも茶色系になってるんで、まあ、この相性って絶対いいですからね。イエローとインディゴとかイエローとネイビーはね絶対相性いいと思うんですけども、こうバギーショーツね、こう綺麗な形で合わせて貼るというような感じかなと思います。ありがとうございます。そして次の方いきます。これ最後かな、はい、恥ずかしながらコーデ送らせていただきますということで、身長171センチの XS サイズでバギーズショーツ履いてますと。でコーデのポイントとしては海、空、俺ということでね、沖縄の海のエメラルドグリーンに合うような配色でまとめてみましたということなんですけども、まあ、ショーツがあれやですね、ちょっと緑っぽい感じやから海でももちろん合うやろうし、キャンプとかでも合うかなと思うんですけども、僕もついこの間沖縄行ってきたんでね、本当に沖縄の海綺麗やなと思うんですけど、まあ完全にね確かに空、海、俺ってなってますわね。おそらく思い出の一枚なことでしょう。ありがとうございましたということでね、皆さんからいろいろコーディネート送っていただきました。ちょっとね、募集が締め切った後とかに送っていただいた方とかは多少載せれてない部分もあったりするかもしれないんですけども、いつもいつもねこうやって視聴者さんから送っていただいたコーディネートで、まあ今回こうやってちょっとあの雑誌の一部みたいなじゃないけどね、あバギーズショーツって普通に T シャツとかタンクトップだけかなと思いきや、あそうじゃなくてシャツもあんねんなとか、長袖で着んのもありやから、ちょっと8月の終わりとかやったら長袖にバギーズショーツとかも かっこええなってなったりするじゃないですか。そういったところで非常に参考になりましたので、ありがとうございましたということで、本日はですねバギーズショーツのコーディネートを視聴者さんから送ってもらったという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。